もう今プロを目指してないんで、なんか自分で上に行きたいとかっていうのは全くないんですけど、サッカーをすることでもう簡単にいろんな人と知り合えたりとか、輪が広がるっていうのがすごい自分の中で楽しみで、社会人サッカーをやっていて、まあ、東京会場のサッカー部に所属してたんで、まあ、そのサッカーをやるのが前提で社会人になったところから、まあ、シティでなんでサッカーやるかっていうのを考えた時に、今までサッカーを通してなんかこう知り合ってきた仲間とか、まあ、培った経験っていうのを、まあ、この先も、まあ、まだ若いうちに培っていきたいなっていうのがあったんで、まあ、今でもサッカーを続けているっていう状況です。なんか喜びだったりこう苦しいことだったり挫折だったり成功だったり、サッカーが上手くなるためのにはどう積み重ねるかっていうのを、例えば勉強だったり研究だったりっていうのも別のところでも積み重ねて出てるみたいなところは、僕は人格形成の礎とか言ってるんですけど、サッカー僕を作ってくれたスポーツ。無理やり J リーグの J1 から数えると今8部のクラブです。 J8 のクラブです。で、我々が目指しているのはフットボールフォーグッド、ワクワクし続ける渋谷をフットボールでということをですね、ビジョンに掲げて活動しています。東京シティ FC としては J リーグにいち早く加盟をして、そして J リーグに加盟をすることで僕らが掲げているフットボールフォーグッド、ワクワクし続ける渋谷というものを作っていく、そんなことを目指して進んでいこうと思っています。通常のサッカークラブだと試合がある時の点のタイミングでチケットの収入だったりグッズの収入だったりその試合の放映権の収入だったりっていうのが生まれると思うんですけど、僕らはそこを線のビジネスにしようとしていて、たとえ試合がない時でもクラブ関連のイベントをやったり、それは例えば試合の前日にその翌日の試合に向けて監督だったりスタッフが直接自らの口で試合の見どころを語ってファンの方の熱量を上げるようなイベントだったり、あるいはサッカーに関連せずともサッカーで培われているトレーニングを応用して渋谷区の区内の公園でヨガのイベントをやったり、なんかそういった形で、点で仕事をするわけではなくて、線の形でサッカービジネスを作っていくっていうことを目指してやっています。スポーツチームって今まで広告費がメインのものはどうしても多くて、自分たちで収益が立てられる事業を持ちながら、その会社がサッカーチームも運営もしていて、で、かつ、J リーグに入るようなそれがクラブチームって、僕はすごく面白いと思っていて、その中で渋谷ってやっぱりいろんな服だったりとか、まあ音楽もそうですけど、最近だと IT ベンチャーもか、新しいものを発信することが多い街だと思っていて、まあ、彼らの力も借りながら彼らが応援したいと思えるチームになれればないんじゃないですかね。あんまりそういうサッカークラブは僕は今まで見たことがないし、それを今いるスタッフと選手、もしくはこれからスタッフ選手になる人たちか、まあ、スポンサーとか地元の皆さんと一緒に作れればシンプルに楽しいなって思いますけどね。ワクワクすると思います。個人的にすごく良かったなと思ってるのは、ナイキさんと一緒に渋谷のウームっていうクラブで深坂っていうプロジェクションマッピングでボールの軌跡をこう光がたどったりとか、まあ、光とこうサッカーの融合みたいなテーマでやってるコンテンツなんですけど、まあ、なんかシティがやりたいことってそういう今までなかったコンテンツっていうのをまあどんどん世の中に出していくみたいなところが、まあ、僕らのこうやりたいことの一つでもあるので、まあ、そのナイキさんと一緒にやったコンテンツイベントっていうのは、まあ、なんかこう世の中的にもちょっとだけ、あ、なんか面白いことやってるなとか、
すごくよくできた企画だったんじゃないかなと思います。クラブを立ち上げた当初は正直強くなる必要があるんだっけっていうのをすごいチームメンバーの中で議論をし合うぐらい、その僕らがやろうとしていることと強くなることの関係性というか、そういったものがなかなか腹落ちをしきれず、どっちかっていうとある種ピッチの中で表現をするというよりもピッチの外での表現っていうのを大事にしてクラブをやってきたんですけれども、ただやっぱりサッカークラブスポーツである以上、強さっていうのは大きな重要なファクターだと思っていて、強くないチームがいかに、面白い施策をやったところで、まあ、ある種周りから自己満足的に移ってしまう部分もあると思っていて、僕ら最終的にビジョンとして掲げているのはフットボールフォーグッド、ワクワクし続ける渋谷フットボールでというのをビジョンに掲げているんですが、ワクワク人々をさせるためにはやっぱりより高いレベルのフットボールがあって、より強いチームと戦ってより高いレベルの試合が見れる、まあ、それが重要だっていうことにクラブをやって5年ぐらいかかりましたけど気づいて、今シーズンからはクラブをまあ法人化をしてより強化に力を入れてアクセルを踏もうというところで、元名古屋グランパス、ジェフユナイテッド、ヴァンフォーレ甲府で活躍をしていた阿部翔平選手、彼を獲得しまして、彼はプロ契約の第1号選手だったんですけれども、そういった選手に対する投資も進めていこうと、まさに発展する今の変革期のタイミングかなと思っています。渋谷でやってること自体がまあ面白いっていうのはあると思いますよね。サッカーといえばやっぱ土地がいっぱいあってグラウンドがいっぱいあってとか、そういうところでやるものなのかなというふうに思ってたけど、まあ、そうじゃなくて、まあ、こういういろんな人が集まってるところで立ち上げてやっていくっていう意味もまあ新しい、側面というか、まあ、サッカーを中心にまあいろんな可能性を広げてるっていうとこはあるんじゃないですか。結構他のクラブチームとかとやっぱ閉鎖的な部分があったりして、こうなんていうんですか、決まりというかツイッターとかでもこうつぶやいたらこうダメだとか、この時間になんかそういう投稿とかなんかいろいろしたらダメとか、そういう制約がやっぱこのチームは少ないかなっていうふうに思いますし、まあもちろんサッカーのスクールとかそういう教えるってこともそうですけど、他の多方面にもいろんなことをやってみたいと思った時に、それが実現できるクラブはここだったかなと思いますね。阿部選手といろいろ会話をした時に、大きなポイントとなっていたのが、阿部選手自身もサッカー選手として、サッカー選手だったというキャリアを、まあ、踏まえた上で新たなチャレンジをしていきたいっていうモチベーションがすごく、彼は持っていました。で、僕らも GM の深澤が掲げている兼業フットボーラーっていう考え方があるんですけれども、サッカー選手だからといってサッカーを試合でプレーをするだけではなくて、そのサッカー選手として培ってきたスキルだったり、そういったバリューっていうのは必ずしもサッカーをプレーすることだけではなくて他の部分でも十分、価値があるものだと思っていて、そういった中でサッカーもするし、サッカーから培ったことを生かして、自分の新しい取り組みをするっていうような、そんなモデルをクラブでは推進をしていこうと思っていて、でその方針、そのコンセプトに阿部選手もすごく興味を示してくれて、一緒にこのクラブで新しいチャレンジをしようということになりました。前のチームは慶応だったりとかっていう部活バリバリやってた人が多くて大企業だったりとかして、ただシティはなんかベンチャー気質がすごいあるとか、自分たちでこう作っていくぞっていう気持ちがあるのがすごいいいなと思っています。その入った時にまあ、ミネなんか僕の世代でまあトップキーパーですから、なんでこいついるんだろうと思ったんですよね。もっと高いところでやれるだろうなっていうふうにまあ思ったし、まあ、実力見ても思ったし、一番はやっぱ阿部さんの力が大きいと思うんですよ。元日本代表に選ばれているような人が、まあ、セカンドキャリアじゃないですけど次のステップで選んだ先が東京2部の東京シティっていうチームだったら、まあ気になるとは思うんですよね。まあそうありえないことなんで、こんなことは2部、東京2部で。
観的に見て相手のやっぱ気持ち入ってたかな、すげえ抽象的だけど、この点なんとか防いでやろうとか、別に相手も綺麗なサッカーしないけどね、ワンタッチでクリアして、でもシュート体張ってブロックしてなんかその一歩セカンドボール拾うとか、最初の球際のヘディング負けないとか、やっぱそういうの大事なんだよな。俺もあんまりそこにアプローチしなかったから、すごい責任は感じてるけど、やっぱ勝つチームってそこで負けてたらやっぱ勝てないと思うし、ね、そこだけに原因を求めたくはないけど、よし、もっとできることはあったと思うけど、戦術的にもね。だけどまあ、戦えてたかどうかって言ったら多分相手は戦えてたかな。別にうちは戦ってなかったとは言わないけど、そこは向き合わないと、まあ、あと12試合ね。今39ないから、もう37取るしかないから。残り12試合で36取る。もうそれしかないから。